はい、ということでね、続きからやっていくんですけど、もう、続き28枚まであと1週間しかないから、もう飛ばしました、ここまで。2勝3敗です。はい、ここも飛ばします。これ負けたら終わりです。これ勝ってもさ、まだ1試合あるからさ、2勝しなあかんから、意味ないなと思って。あと1週間やし、最後までやりたかったけど、間に合いませんでした。もっと早くから、やっときゃよかったね。ということで、飛ばします。さあ、どうなる？おぉ。熱負けた。熱ちゃう。キャベツ負けた。あ。これで、イースタン優勝は、熱。なるほど。いや、負けちゃった。まあいいわ。もう一週間切ったからね、2K23 は。終わらなあかんと思ってたから。ってことで、シーズン終了です。熱は、熱が 4-0。インビードが MVP。ジャスティスが新人賞。シックスモンはマルコン・ブログドン。またか。アニス、MIP か、俺。あれ？消えた。切れたんやけど。なんで落ちたわ。はい。ってことで、ちょっと不穏な終わり方になっちゃったんですけど。はい。続き23話。これが最終回ということで。めちゃくちゃ不穏な最終回になったけど。大丈夫。まあいいわ。終わり。はい。ってことでちょっと終わったんですけど、まあ、最後にね、自分のスキルとかを全然紹介し、バッチとか紹介してなかったから、最後にちょっとこれだけ紹介しようかな。最終回にしては動画短すぎるし。ということで、ちょっとまあ、美課金。2、3000円課金したんですけど、一応、1シーズンと半分ぐらい戦って、総合は97ですね。99はいきませんでした。でもこれ、全部やっても99いくんかな。伸びしろ。どうやろう。ちょっと試しますね。あ、いきそう。いや、いきそうでいかん。いきそう。あ、痛い。ということで、ここも全部上がったら、一応99までいってた。という計算になりますね。はい。で、バッジは、こんな感じ。一応、いろんなバッジをつけてますね。ほら、大胆不敵なフィニッシャーとか、マッシャー、プロタッチとか、ね、ほら、ジャイアントスレイヤーとか、これでも全部ついてなかったら、全然弱かったと思います。こんな感じで。シュートのバッジは、ここら辺は全然ついてないですね。次回はちょっと、バッジつけるね。バッチとかもちょっとこだわってつけていきたいな。とりあえず、ね、つけれるやつつけてたから。はい。で、スポンサー契約もちょっと最後見ていきましょうか。こんな感じ。続きとか、ゲータレードとか、いっぱいありますね。テイクオーバーは、まあ、こんな感じ。で、次回はテイクオーバーとかも選べるらしいですね。はい。こんな感じ。だからもう 2K23 はね、やらんかな。次回から PS5 でやるんで、もう PC 版の 2K はやるつもりはないです。はい。ってことで、まあ動画にはね、最初の動画とかでは反映されてるけど、もうね、見えへんとこで結構バグ多かったな。試合が進まへん。一番有名なのは、前かったけど、試合が進まへんって、スローモーションになって。俺はもうそれ独自の解決法で、いけたから、難なくね、こなすることはできたけど、多分何もしない人やったら、マイキャリアでめっちゃつまずくよ。バグ多すぎて。次回から PS5 出るから、ないことを願います。で、今回は一応スモールフォワードで、6と8インチということで、6、8であったんですけど、まあ、次回はね、まだ限定回帰で PS5。今までスイッチ、PC でやってきたんですけど、次回からまた PS5 になるんで、限定回帰としてポイントガードから始めたいと思います。で、通勤25でまた終点ガード、スモールフォワード、パワーフォワードセンターとして、フォワードとセンターまでやっとくとね、それは多分 2K27 か28。何年後やねんって話になるけど、やると思います。ってことで、最後もう引退しようか。どうせやらへんしな。でも、一応ね、動画界で、また新しく始めてね、自分で適当に PC でやるかもしれません。はい。ってことで、引退しよう、します。引退したらストーリー行くの。
殿堂入りの資格は得られませんでしたか？ということで引退。引退式みたいなないやな。ただただ引退して何もできなくなると。一応ネイバーフットには行ける。なるほど。ってことで、今回はこんな感じ。で一応ね、2K24 は、ね、マイキャリアやっていくんですけど、このマイチームとかやったことないですよ。だからこのマイチームとかマイリーグとかも、まあできたらやりたいけど、どうだろうね。できたら。はい。で次、冗談チャレンジもね、ちょっと動画にはせんかったけど、ちょろっとやったけどね。冗談チャレンジも、次がコービーチャレンジだったっけ？まああれらしいんで。それもね、まあ動画がいいにはなると思いますけど、やると思います。基本的に 2K24 もマイケリア中心にやっていきたいと思います。で、気が向いたらマイチーム、マイリーグとかもやっていきたいと思います。ってことで、2K23 は、ちょっと不本意な終わり方になったんですけど、今までの 2K21 とか22は、まず、こういう最終回とかもなくて、今、打ち切り状態みたいになって終わってたから、ちゃんと終われるだけ、よかったかな、っていう感じです。はい。ってことで、まあ、ここまで見てる人はいないと思いますけど、次回 2K24 からまた、実況をやっていきたいと思いますので、5月8日からお楽しみに。ということで、さよなら。